最近ね、フリーテルのシムが早くなってるような気がしますね。今日はね、まあ、祝日のね、午後10時26分なんですけれども、あ、完了だ。今ね、Yahoo BB スピードチェッカーっていう計測、ブラウザで計測するやつですけどね、やつで測定してますけれども、まあ、オークラのね、アプリじゃなくてね、これ使ってるのは、どうもね、フリーテルの SIM って、特定のスピードチェッカーに対して早く測定できるようになってるんですね。で、今 200kbps で、どれぐらいの速さで計測しているのかっていうのを測ってます。今まで 200kbps ね、フリーテルのは本当遅かったけども、あ、でも 151km しか出てないね。151km。で、上りが168キロ。数値上ではね、そんな大して出てませんけども、体感的にはね、ブラウザの動きは結構軽いですね。このツイッターなんかを開いて、どうだろうな。ちょっと待つかな。まあでも、悪くないね。ちょっとまだここは広告がね、出てませんけども。じゃあメール？ Windows Live メール開いてみましょうかね。ちょっと離して。あんまり細かく見えちゃうとね、いろいろ見えちゃうんだね。あ。ああ、でもまあまあですよ。このバーの動きね。あ、止まった。あ、OK、OK。まあまあですね。まあまあでしょう。そんな感じでね。フリーテルの 200kbps。かつてはね、あんまり使えないのかなと思ったけども、なんかちょっと速くなったような気がします。